どうも皆さんこんにちは。簡単ウクレレ教室ガズレレのガズでございます。今回もまたこの小さなウクレレを使いましていろいろな曲に挑戦してみましょう。今回はですね、まあ大人の女性の素晴らしい、なんていうかな、雰囲気抜群の曲、アンリさんのオリビアを聴きながら、こちらの曲をこのウクレレで、ちっちゃいウクレレでなるべく簡単にガズレレ流アレンジでやってみようと思います。やった、この曲はいいですよね。はい、ちょっと難しいコード多いんですけど、初心者の方も頑張ればできます。はい、ポイントを押さえてますからね。はい、でいつものように2バージョン、最初のバージョンは初心者様でもなるべく簡単にできるようなシンプル簡単バージョンでも、ちょっとね逃げられない難しいこと出てきちゃうんですけど、解説しますからね、安心してください。後半はかっこいいバージョンでバシバシかっこいいコード満載、弾き方もねやってみようと思います。最後までご覧になってください。はい、大好きな曲、思い出の曲、憧れの曲、人気の曲、クリスマス曲、もう何でもかんでもね、このウクレレでじゃんじゃん弾いちゃうのがいいんですよ。これが最高に気持ちがいいんで、皆さんもぜひやってみてください。楽器が苦手とか音楽は私は向いてないというそのあなたにこそ、このウクレレという楽器はあるんですよ。弦4本しかないし簡単なんですよ、とにかく。しかも弾いて一緒に歌える、これが楽しいんです。皆さんぜひ始めてもらいたいんですけど、今このご覧になってるガズレレ YouTube チャンネルを見てるだけでどんどん弾けるようになりますからね。まあこれやるしかないです。しかも YouTube ですから、いつでもどこでもスマホでも見えるし、ご飯炊く間でもちょっとの隙間時間でできますからね。しかも無料で、これはやった方がいいですよ。皆さん今からここにリンクを貼ります。このリンク先の初心者レッスンはこちらというところに行って、数字の順番に動画を見て一緒にやるだけで、あれ私できちゃってんじゃないってなりますからね。じゃあリンク貼って先に行ってください。初心者レッスンはここクリック、いってらっしゃい、貸し。いってらっしゃい。そこにはすでに取りためた650曲以上の超簡単にアレンジしたウクレレレッスン動画がすでにアップロードされております。夏メロから洋楽から最新 J-POP からハワイアンからもう何でもありますので、ぜひご覧になってください。さあ皆さん早速やってみましょうか。オリビアを聴きながら、これ尾崎亜美さんの名曲ですからね、作ったのはね。はい、アンリさんのあの歌声と。いいですね。まずはシンプル簡単バージョン、途中解説もしますからね、コード出てきてもね、見たことないコード出てきてもびっくりしないでくださいよ。じゃあシンプル簡単バージョンの方からやってみます。 1,2,3,4 お気に入りの歌、一人聴いているの、オリビアは寂しい慰めてくれるから、 ジャスミンティーは眠り誘う薬、私らしくいちいちを来るとは思わずにいた。 Making good things better、 イエスんだことを、時を重ねただけ、疲れ果てたあなた、私の幻を愛したの。せーの、シンプル簡単バージョンやってみましたけど、ちょっとね、見たことないこと出てきたでしょ。大丈夫です、焦んないでください。簡単にしましたんでね、ノート見せますんで、可能であればメモってくださいね。動画のテロップ見るのもいいんですけど、書くときに頭に入るのをおすすめしています。でですね、一応この楽譜の見方、このように下にブルってこう丸く書いてあるの、これ後半やるかっこいいバージョンのやつなんで、今やったの上の段をやりました。でちょっとまあさーっとメモってってもらいたいです、一時停止で。はい、どうぞ。でここもちょっと難しそうなコード出てくるけど、今は見てください、ほら F 星っていうコード、これはね F マイナーを
ていうのコードがちょっと押さえづらいんで、初心者の向けに私が苦肉の策で編み出した F マイナーみたいにちょっと聞こえる方法です。後で解説します。あとね、これ D シャープなんですよ。これはこの曲ではね、もう絶対サボれないんで、これ、後でちょっとお勉強しましょう。お勉強。はい。まあ、メモっといてください。ひとまずね。はい。で、ここがサビですね。この3行が。で、フルでやりたい方はコード進行一緒なんで、歌詞を書き換えて、歌詞を2番と、ふうに、足していけばフルでできますからね。コード進行はこれでいいと思います。はい。ここも、下の段はかっこいいバージョンですから。はい。ここ伸ばすとかメッセージがあるんで見といてもらいたいんですけど、ここも後でちょっと解説しますけどね。ちょっと気味があります。じゃあコードの解説していきましょう。今やったバージョンはこれだけ出てくるんですよ。はぁ、めちゃくちゃコード多いでって思うでしょ。一個ずつ見ていったら、結構簡単ですから。まずですね、この赤く囲ったのはちょっと、ここの3つは無視します。そうすると、今こう映ってるコード、上から C と C7 でしょ ?Am、A7、F、Dm、D7、G7、E7、Em。これはですね、C7 と A7 は指1本なんで簡単でしょ?あと、これ以外のコードはよく見といて。これね。これです。ガズレレ必須コード。これはいつも出てくるやつなんですけど、コードっていうのはですね、星の数ほどあるんで全部覚えようと思うと大変なんですけど、今ご覧になってるガズレレ YouTube で私と一緒に動画とセッションしたいときは、このガズレレ必須コードという8個のコードのグループ、超基本中の基本の8個のコードのグループの名前をこう呼んでるわけですけど、これを覚えてください。以前私がこの8個のコードをめちゃくちゃわかりやすく、解説してる動画をここにリンク貼っておきます。今日はここで、ここのリンク先に行ってコードを覚えてください。楽しく覚えてくださいね。で、そこに載ってないコードを中心に今から解説していきます。まずですね、皆さんも驚かれたでしょう、最初。F 星というコード。これよく見てください。C と F 一緒に押さえてるだけなんですよ。よくガズレレでは出てきます。F マイナーというコードがここに出てくるんですけど、これがちょっと初心者の人抑えづらいんで、まずこれ、抑えられる人はもちろん F 星の時 F マイナーでいいですよ。ちょっとやってみましょうか。F 星は C のとこと F のところ同時に抑えます。薬指でもいいし小指でもいいですけど、これで F マイナーのちょっと響きを出しているということですからね。これガズレレオリジナルアレンジコードです。F 星を覚えておいてください。でですね、今日絶対逃れられないっていう、これが一番今日の肝かな。D シャープっていうコード。これなんかあんま見たことないなって感じでしょ。じゃあ解説します。押さえる場所。こことここなんですよ。ってことはこういう感じですね、押さえるのは。OK? 人差し指が1弦。こう、こう。はい。指ここ立てといてください。寝かしちゃうと1弦当たっちゃうからね。はい。これ D シャープ。これはもうどうしてもこれ出てきちゃうんで。やってください。このコードが抑えられたら、あとはシンプル簡単バージョンは結構、見たことはないけど簡単だと思います。この CAUG っていうのは、C を押さえたところに4弦の1フレットを足すだけですからね。C を押さえたところに、これ。で、この CAUG が出てくるパターンというのはなかなか結構パターンがありましてですね。ここ見てください。この4つの流れ。ここの感じなんですよ。Am から今やった CAGA やって C やって D7。ちょっと聞いててね。一個ずつ降りていく感じ。Am から CAGA 行って C に行って次 D7。これ。え?こうか。っていうメロディーなんですよ、これ。これをコードで再現して。Am CAGA C に行って D7、これ、でん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 って降りていく感じを表現しているんで。まあ、そうやって考えると、ただの経過音だなってことなんで、CAG、覚えておいてください。はい。で、今のシンプルバージョンのコードは OK ですね。じゃあ、ここからいよいよ入っていきます。かっこいいバージョンの解説に入っていきます。かっこいいバージョンはコードもうちょっと増えます。じゃあ、コードの解説を先に言ってしまおう。まずね、Gm。いきます。Gm はどこで出てくるかというと、Aメロのところ、ここ Gm の方がちょっとね、セクシーなんですよ、セクシー。はい。Gm の押さえ方。こことここですね。こことここ。さっきの D シャープの一個違い。さっきここ D シャープここだったんですよ。で、Gm ここ。一個の音でそんなコード悩みが違うからね。これ、覚えておいていくと。いい響き。これ Gm です。はい。じゃあ次どんどんいきます。さっきから懸念に上がってる Fm ですね。さっき、まあガズレレでちょっと逃げたコード F 星。Fm はこれちょっと癖がある押さえ方ですね。ちょっといきますよ。まずは押さえる場所。こことここの3つね。こことこことこと。で、だからこうと、あ、じゃあこうとこうとこう。こういう感じが、教科書的な押さえ方だって、まあいつも、なんとも言えないよと。
なんですけど私は一番上のここの部分親指で押さえちゃって握り込むんで、これで押さえてますけど、どっちでもいいと思います。握れない方は手首の角度をクッとこっちに持ってくると握れるんだよ。こうやって癖がついてると親指が入らないんで、まあこうクッと手首ここの握りで結構調整できるかもしれない。まあ無理にこれで押さえなくても、これで押さえられたらいいですよ。これで全然なんで1個こういう押さえ方もできますよという F マイナー。あともう1個はこれがまあちょっと一番難しいかな、 A シャープ7。これ1フレット全部押さえて3弦の2フレットを足すというやつですね。1フレット全部押さえといて、はい、ここをちょいと足してあげる。これよく言ってるんですけど、全部押さえるの制覇とかバレエとかいいんですけど、これがなかなかね初心者として難しいんですよ。でまあさっといきましょう。まず親指と挟み込んでクッと押さえるでしょ。しかもこっちにテコの原理で入れるような力も加えつつ、体もこっちにいろんな体の位置もやってみると力の入り加減が変わりますからね。あともう一個、ここに節があるでしょ。ここに弦が挟まっちゃうとプチってなっちゃうんで、より平らなここら辺の使うのが私のおすすめでございまして、こういうふうに上から見るとこういうふうに押さえるよりもちょっとこういう感じで押さえた方が平らな面が多いんでおすすめしてます。 B あじゃあ A シャープ7、これ覚えておいてください。よく B7 って出てくるでしょ。 B7 の一個こっちずれたやつですね。つまりははい、それがちょろっと出てきますんで注目しておいてください。あと弾き方、まずアルペジオから入ります。お気に入りの歌、やっぱこう細いこうなんか繊細な感じをアルペジオで表現したいと思います。でサビでは出会った頃はジャンジャカパカチャカパンジャカパカチャ、16ビートのチャなんですけど、シンコペーションじゃない、リズムがまたがないやつなんで結構シンプルです。口で言うといいですよ。ジャンジャカチャカチャカジャンジャカ、結構シンプルで、今やったアルペジオと16ビートのチャなんですけど、はい、ここのリンク先で弾き方マスターしてください。このリンク先はですね、ホームページの1枚でウクレレでできるリズムのいろいろというホームページを1ページで、その中からアルペジオと16ビートのマスター、勉強してみてください。動画で習えますからね。でなんですけど、このサビの16ビートはそこで出てくるのより簡単です。ジャンジャカチャカチャカジャンジャカチャカチャカって口で言って自分でマスターできると思うんで、まあちょっと気楽に大きな気持ちの16ビートがいいと思います。ゆとりがあるやつですか、ガチャガチャ忙しい感じじゃないですから、はい、この辺を踏まえて、まあ、もちろん感情を込めてね。いやかっこいいバージョンやってみましょう、いきますよ。オリビエを聴きながらアンリさんが歌う尾崎亜美さんの作ったあの素晴らしい曲やってみる。を聞きながらかっこいいバージョンやってみました。最初のアルペジオからサビにこう盛り上がるこのこうなんかこうグワーッといく感じが表現できるといいと思うんですけど、ウクレレ一本でね、その音量とかそのダイナミックさとかこうなんかねこう繊細なところとダイナミックなところ、これはこのちっちゃいところでどこまでできるかっていう、こういうのがいいと、またね歌詞がまたなんていうか、まあいいですよねやっぱね。はい、ドンガズレレホームページご覧になってください。ホームページを見ると最新情報がいろいろ載っております。ここにリンクも貼っております。はい、12月沖縄行きますよ。沖縄那覇12月15日
宮古島16日チケット発売中、待ってますからね。ウクレレ持ってきてください。沖縄の海とウクレレ絶対合いますから、お一人様でも安心してください。私がいますから一緒に遊びましょう。お待ちしています。はい、ガズ CD 出してますよ。ドーン、レッツゴー最高 CD2 枚組、1枚は作品としての CD で、もう1枚はその作品としての CD 弾けるようにレッスン CD がついてます。これがすごい斬新なことでですね、はい、タワーレコードでも発売決定しておりまして、発売しております今で、インストアライブなどの情報も、これインストアライブ新宿店で来年やりますからね。あ、とにかくCD のことまつわる全ての情報ここにリンク貼っておきますので、ここ必見です。でそこ行くとですね、もう全ての曲レッスン動画大公開してます。音源も大公開してるんで、ぜひ見てください。よろしくお願いします。で年明けなんですけど一応言っておきましょう、来年2019年1月19日大阪行きます。1月20日名古屋、もうチケット発売になりましたんで、皆さん来年もガンガン行きますよ。まずは大阪名古屋から始まります。よろしくお願いします。はい、でですね本出してます、いろいろドン、週の友社から出るガズレレガズのいいこと言ってる本です。私はこう見えて病気になって骨髄移植してこうして元気にしております。その時に考え抜いたことを楽しさ人生音楽読んでください。はい、こっちはリットミュージックから出てる楽譜初心者レッスン教則本です、ね、大ヒット中よろしくです。はい、ドン、こちらは、ガズレレ歌本シリーズ、もう今ボリューム4です、ボリューム4ですけど、来年の1月、大阪名古屋1月19、20の大阪名古屋先行発売ボリューム5しますんでね、お楽しみに。まあ来年も年末年始もウクレレやろう。はい、よろしくお願いします。ウクレレ弾ける人はどんどん周りの人に教えてあげて、さらに楽しい人を増やしちゃいましょう。よろしくお願いします。チャンネル登録もよろしくお願いします。どっちかって、はい、はあ、楽しみなのか。さよなら、バイバイ、じゃあ。